ライオンの隠れ家第3話見たので感想と考察でございます。よろしくお願いいたします。やっぱ虎吉怪しいですね。虎吉ね、はい、虎吉がですね、ニュースを見て表情が変わりましたよね。はい、で、葵ですね。葵がですね、まあこう死んだというかね、まあ発見された遺体は葵ではないかと、立花葵ではないかというニュースを見て、虎吉の表情が変わって、ライオンの方をこう見てましたよね。ということは虎吉はですね、立花葵のことを知ってると、でライオンの正体を知ってて面倒を見ているということになりませんかね。もちろんですね、虎吉がですね X と連絡取り合ってて、 X と連携してて、ライオンを守ろうとする側の人間の可能性ももちろんありますが、虎吉が実はね悪いやつで、全ての黒幕なんじゃないかっていう可能性をね、私1話目から言ってるんですけど、虎吉も何か知ってて隠してることがあるのは今回で間違いなくなりましたよね。はい、そしてですね、ミオですね、斎藤飛鳥演じる牧村ミオなんですけど、当たりましたね、考察ね。ミオと X はね、まあ、関係があるっていうか、その関わりがあるっていうか、まあ、協力者という考察したんですよ。X がミオのところにね、こう近寄るシーンあったけども、X がミオをね、誘拐したりとかね、脅したりとかしたわけではなく、まあ、もともとね、まあ、連絡取り合ってるから、そこで、まあ、話し合ったということだったんですね、あのシーン。だからミオは別に X から何かされたわけではないということで、ミオは無事ですね。なんか X がミオに近づいていくし、誘拐されちゃうんじゃないのかとかさ、殺されちゃうんじゃないのかとか、まあ、そういうふうに視聴者は、ね、思うような演出をしたんだけど、そうではないと。で、今回 X とミオが連絡取り合ってることが分かりましたよね。 X からミオにメッセージがあって、父親に会ったかどうか探ってくださいと、こういうメッセージ、これはですね、ヒロトが立花翔吾に会ったかどうかってことですよね。これは、はい、ヒロトが翔吾に会いに行ったかってことですよね。はい、そういうことですね。はい、なので、X とミオは仲間ということですね。連絡を取り合ってるということですね。まあ、ミオは X のスパイをしてると。まあ、言い方悪いですけどね。まあ、スパイしてるって言っても、その、悪いスパイではないっていうか。うん。結局、ミオはですね、葵を救おうとしてると。ミオは葵、とかライオンとかをね救おうとしてる立場の人間で、 X もそうなんですよ。 X もミオも葵とライオンを、まあ、救おうとしてる側の人間、虐待児から親を守るためと、まあ、いうことじゃないのかってことですね。でミオの過去なんですけど、保育士をしていたことがあると、で担当していた子供が虐待されていて救えなかった記憶ということ、なんか泣いてるシーンがありましたね。あとミオ自身が虐待されていた過去があるのかもしれません。ここまで深読みしました。はい、で X の正体を考察してみましたが、 X 岡山天音はですね、まあ葵の実の弟の可能性もあるんじゃないのかと思い立ったんですけどね。うん、これもありませんか、本当の弟ということでね。うん、で協力してる理由としては辻褄が合いませんかってことです。まあもちろん X はですね、葵の弟ではないという可能性も大いにありますけどね。で X のまあ家っていうか部屋っていうかね、スマートフォンがたくさん引き出しの中に入ってましたけど、あれは犯罪者だから、あのスマートフォンを使い分けてると、まあそうも考えられるんですけれどもね。まあ振り込め詐欺とかやってる連中がたくさん携帯電話持ってると。でもそうではなく、 X の部屋にスマホがたくさん引き出しあったのは、
X の職業が、まあ、いわゆる夜逃げ屋さん、まあ、逃がし屋さんとかもそういう言い方もするけど、あるいは探偵業ですね。探偵ってのはそういう夜逃げ屋とか逃がし屋みたいな、ベリアみたいなことも場合によってはやりますから、はい。まあ、そういう職業なんじゃないのかと、も考えられますよね。はい。X の正体は葵の弟で協力してるのか、それとも X の正体はそういういわゆる逃がし屋さん、夜逃げ屋さんみたいなことをやってて、葵のために動いてる、ライオンのために動いてる、 X とミオが協力してると、まあ、X は虐待児を守る活動をしてるという可能性ですね。あと X は DV の被害者を守る活動をしてる、逃がしてあげたりとかね、まあ、そういう可能性を考えました。はい。まあ、あとね、あの、岡山天音演じる X はですね、葵の弟でもあり、夜逃げ屋さんみたいな職業もやってると、両方という可能性ももちろんありますよね。はい。で、具体的に守る活動をしているということで、まあ、見張ってる、見守ってると。ライオンを見守ってると。で、ライオンのぬいぐるみには GPS や GPS、そして盗聴器ですね、が、まあ、入ってる、そういう機械が入ってると、忍ばせてあると。X はそれを聞いていると。だから居場所が分かると。ライオンが、迷子になった時もね、ヒロトに、知らせたでしょ、場所をね。はい。立花翔吾の建設会社が亀ヶ谷議員の汚職で関わっているということなのではないか。で、立花翔吾が、その汚職で関わってるのか、正吾の会社が汚職で関わってるのか、正吾は汚職ってことを知ってるのか知らないのかっていうのは、まあこれ両方あるのかもしれない。で、立花正吾っていうのは建設会社での立場なんですけれども、これは役職でなくただの一般の社員なのかどうか、この辺もはっきりしてないですよね。建設会社を一族で経営してる立花家の次男で、その建設会社立花都市建設に勤務してると言うんですけど、いまいちまだ立ち位置がよくわからないですね。立花翔吾っていうのが、どれくらいの役職なのか、ただの社員なのか。ただの社員だとしたら、ですよ。立花翔吾は、これ、次男ってなってるでしょ。次男なので、長男がいて、次男はですね、虐げられてるみたいな、そういう可能性も深く考えてみましたね。うん。結構さ、建設会社の息子だからといってもさ、こう虐げられてるとか、例えばさ、よくお金持ちの家でドラマでありがちなのは、優秀な長男あるいは優秀な次男とか優秀な兄弟がいて、優秀じゃない兄弟は結構さ、家族の中でさ、バカ息子ダメ息子とか言われて虐げられてると。で、自分の家の会社に勤めさせてるけど後取りは長男で、例えば長吾は次男でしょ、長男が優秀で長男が後取りで、長男が、まあ、社長の後継ぐところで、次男はただの一般社員とか適当な役職与えられてんけど、まあ飼い殺しとかそんな感じとかね。で、立花翔吾としてはそれにコンプレックスを感じてるみたいな、そういう背景があって家庭内暴力をして、妻や子供に八つ当たりしていたとかね、うん、虐待ならばね、そういう可能性も考えましたね。で、ヒロトは葵がね、立花葵の夫ですね。はい。立花翔吾が、ヒロトはね、立花翔吾が葵の夫、つまりライオンの父だと思い、確信して会いに行くということになりましたよね。はい。で、記者の工藤なんですけど、記者の工藤楓なんですけど、ものすごい、まあ、行動力がある人なんですけども、で、工藤楓がヒロトに接近しましたよね。うん、あなたも記者なのみたいに最初ね。でも結局、葵の夫と見抜かれちゃいましたよね。一緒に行動してるね。なんかおかしい。なんか記者じゃない。記者っぽくないみたいなので、ああ、じゃあ、こいつ、ね、葵の身内だろうと、まあ、見抜いたということですよね。で、まあ、楓とヒロトが一緒に取材にね、行って、葵の家、まあ、立花翔吾の家ですね。家を見に行くことになったと。で、まあ、聞き込みしたりすると。で、葵は死んでるでしょと、工藤楓では、まあ、思ってるわけですよ。まあ、普通そう思いますよね。でも、ヒロトは、葵は生きてると思うわけですよ。これは、やっぱり実際の家族ですので、まあ、家族の
方が考え方としては正しいっていうか、まあ生きてると信じたいという思いもあるでしょうけどね。うん、で、地元の噂で、はい、葵は若い男と不倫という噂があると言うんですが、これなんですが、これがね、あの間違いで、葵は若い男と不倫してたって、これ嘘で、まあ、若い男と葵が一緒にいるところを目撃してる人が地元でいるって、これがですね、この若い男ってのが、岡山天音演じる X なんですよ。葵は X にですね、失踪計画を立てて、まあ、逃げるということで、相談していたと。相談するってことは、実際に会って直接喋るでしょ。例えばどこの喫茶店だとか飲食店とかで待ち合わせしてたりとかして、まあ相談すると、計画の相談するとか、まあそうやってどっかで会ってね、こう会話すると、それを見られたから不倫してるって噂になっちゃったんじゃないのかってこと。で、葵の失踪は計画的だと、工藤楓は推理してるんですけど、まあそうですね、そうですね。工藤楓としては失踪計画をして、その結果本当に葵が死んだというふうに、まあ、思ってるのかなってところですね。だから、まあ、葵が不倫してたっていう若い男とは X のことで、不倫ではなく相談に乗っていた、計画を一緒にね考えていたということですよね。はい、まあ、失踪する相談ってことですよね。はい、で、今回ね聞き込み、してですね、まあ菅野霞の店にも行くわけですよ。スナック霞ですね。はい、で、菅野霞から情報を得ることになるということで、高いお酒のボトルキープをすれば、あの情報を教えてくれるっていう、霞なんですよね。だからヒロトはお金払ってあのボトル入れたんでしょうね。で、立花祥子が現れる、まあ、なんていうの、あれ、クラブっていうのかな、来るであろうクラブで待ち合わせすることになったと。そしたら、ね、ヒロトは、ヒロトと、まあ、楓たちは、立花祥子が来るはずのクラブで待ち伏せしていったら、来ました。立花祥子が来ました。で、立花祥子はですね、その、クラブの、まあ、あの女性と、まあ、ホステスっていうのか、あの、とね、楽しそうにね、笑顔で喋る立花祥吾を見て、不審に思うんですよ。妻子が行方不明となってる人間の顔かと。よくクラブの女性とね、会話なんかして笑ってられるなと。変だろと、不謹慎だろと。そんなことしてる場合じゃないだろとか、思うわけですよ。おかしいと。不信感を持ちましたね、ヒロとね、立花祥吾に。なんかこいつおかしいぞ、怪しいぞ、みたいな。悪い印象を持ちましたよね。で、今回の、あの、未知との行動なんですけど、まあ、あの、同じ職場の小野寺さんのトイレを覗くと、肩車して、あの、未知とが、ね、未知とが、あの、ライオンにね、まあ、覗いてって言って、あの、ね、肩車して、ライオンが上からね、トイレってあの、さ、トイレの個室って上の部分がこう、空いてるでしょ。だから、覗こうとは覗けるっていうか、そのトイレから脱出することも、まあ、上からね、できるみたいな。あの、上に隙間があるトイレってあるでしょ。覗けるような状態になっちゃってるトイレ。で、トイレを覗くんですよ。で、トイレ覗くって言っても別に、あの、変な意味で覗いたんじゃなくて、小野寺さんがトイレにね、なんかこもってると。で、小野寺さんってのは、まあ、森優作って俳優で、約束っていう中村アン主役のドラマに出てた人でね、犯人と疑われる役の人で出てた人ですよね。で、小野寺さんはですね、まあ、絵を描くっていうね、イベントで絵を描く予定の人だったんだけど、なんか緊張感でプレッシャーでね、で、あの、下痢しちゃったと思うんですよ、事情としては。あ、なんかそういう精神的にね、あの、プレッシャーとか緊張すると、あの、下痢になってしまうって、そういう、あの症状の人っているんですよね。神経過敏なんとか症っていうのがあって、あの下痢しちゃうと、ストレスで下痢しちゃうという人っていて、まあ、おそらくそういう症状が出てしまったんだと思うんですよね。で、トイレにずっとこもってて、だから小野寺さんが絵を描くっていうね、予定だったんだけど、あのトイレでトイレで下痢してんから、まあ、絵を描く時間に間に合わないということで、
小野寺の代わりに道人が絵を描くということになったんですけど、まあそこでちょっとなんかまあパニックになっちゃうみたいなシーンもあったりとかね、しましたね。はい。で、次回予告なんですけど、山梨県で女性の遺体が発見されたということで、ついに人が死ぬというような事件がね、起きましたよね。うん。まあ、葵との結婚のついたシャツが発見されたみたいな、まあ、シーンはあったんですけどね。でも、葵は私生きてると思うので、山梨県で女性の遺体が発見されたということなんですけど、これはですね、葵じゃないと思いますね。で、次回予告の続き。行方不明となっている葵の可能性があると。その女性の遺体はね、うん、でそのニュースを見て、ライオンは、ショックから高熱を出してしまうということで、まあお母さんが死んだのかというふうにね、まあニュースを見てね思ってしまうと。で、小児科に、連れて行くことになったヒロトは、問診票を前にライオンの年齢など何も知らないことに改めて気づくと言うんですね。はい。まあそうですね。はい。で、仕事を休み、慣れない子供の看病に四苦八苦するヒロトということで、まあね、仕事も休むことになっちゃったということなんですね。はい。で、その日の夜、ヒロトとミチトは、ライオンが最近誕生日を迎えていたことを知ると。で、二人はライオンのために、内緒で、ミオや虎吉、貞本も呼んで、ライオンの誕生日会を企画すると。まあ、これは、ライオンの誕生日会をね、してあげて、元気づけたいというようなのもありますよね。お母さんがね、亡くなったみたいに、というふうに、まあ、実際は生きてるんだけどね。まあ、亡くなったことになってるんで、はい。で、一方、山梨の事件を追っていた記者の楓は、刑事の高田に近づき捜査の進捗を探っていた。そこである真実が明らかになると。これが何なんだっていうことなんですけど、はい。で、発見された女性の死体は、まあ、誰だということなんですけど、ね。これは立花翔吾の不倫相手とかですかね。あるいは亀ヶ谷議員の汚職の証拠を握っていた人物。例えば、亀ヶ谷の、まあ、選挙事務所とか、なんか、こう、のスタッフだとか、亀ヶ谷の、なんていうの、そういう、秘書とか、まあ、秘書じゃないけど、そういう事務所で働いてる、なんか、女性、秘密を知り得る女性とか、そういう人とか、が殺されちゃったのかな。汚職のことで殺されたのかな。秘密を知ったからとか。うん。で、高田刑事なんですけど、高田刑事黒幕説もなくはないですかね。山梨県警の刑事の、うん。あんまり出てこないけどね。うん。あとは、虎吉の謎と、虎吉黒幕説ももちろんあるのではないかと。はい、まあだからライオンの母が死んだのを悲しむ、実は生きてるけどと。でライオンの誕生日会をやると、まあこういう展開になると。次回で記者の楓が、スマホを見せて高田刑事を脅すようなシーンが次回予告でありましたけど、まあ高田刑事の何か弱みを握って情報を得るってことですよね。うん。その弱みというのが、まあ犯罪的なものなんでしょうかね。高田刑事の実は悪いことをしてる。その弱みで脅すってことですかね。うん。それが、だから高田刑事としては、バレたら警察官を続けられなくなるような、それほどの弱みなのか、そうではないのかってのもわかんないですけどね。弱みって人によってはいろいろあるから、本人が知られたくないだけで別に知られても、その警察を辞めさせられるとか、警察を辞めなきゃいけないってことではなかったりとか、で例えば不倫したとしますね、刑事が。高田刑事が不倫してたと。で、発見された遺体の女性が高田刑事の、まあ、付き合っていた女性、不倫相手だったとかね、そういう展開とかね。だと、まあ、警察を辞めさせられることはないでしょうけども、まあ、その、なんていうの、懲戒処分とかそういうのは、わからないけどね。うん、だからその、発見された遺体の女性と高田刑事が、関わりがあるとか、
そういう展開にしてくるのか。いずれにせよ、その発見された遺体の女性は葵ではないと。となると、新しい登場人物ということになりますので、私は葵は生きてると思って考察してますので、その線で。で、葵はもちろん生きてると私は思ってて、で、もちろん、葵とヒロとね、姉と弟は、まあ、再会しますよ、久しぶりに。久しぶりね、と。どうだった？みたいな。そういう状態で会うかは分からないけどね。どういうふうな再会なのかっていうのは別として、まあ、葵は生きてて、ヒロトと、そしてミチととも会いますよ。ライオンに会いに来ますっていうか、今姿を消してるけどね。問題が、事件が解決したらね、葵とライオンはね、ライオンはシュート君ですけどね。葵とシュートの親子はですね、平和に生きていけるようになりますよ。問題解決したら。で、もしかしたらですよ、X もミオもトラキチンもですね、ライオンと葵を助けるために影で動いてる人たちなのかもしれないですね。トラキチ黒幕説もあるし、トラキチは実は、葵とライオンをね、影で助けてる、そういう立場の人なのかもしれないけど、トラキチも何か知ってる。そしてミオは X と連絡を取り合ってるってことが今回確定しましたよね。あとは、刑事を脅すシーンが気になるね。楓が刑事に接近してんでしょ？一話目でもなんか、ね、お腹が痛いふりして、刑事さんのなんか知ってるいいの、なんか飲み屋ありませんかとか、飲食店ありませんかとかなんか言ってるシーンあって、一緒にね、飲食店行った様子ですしね。なので、その記者の楓の行動力が事件を解決する、ね、プラス、にもなるわけですよ、将来的には。楓の強引な行動が事件を解決することにもなるということになりますね。要するにヒロトの方からも、事件を追うけども、ヒロトは一般人なので、ね、謎を解決するのは難しいんだけど、楓が事件をね、解決に導くような役割にもなりますよね、楓の行動力がね。やっぱり立花正吾が怪しい人物として描いてて怪しいですよね。妻、息子が失踪してるのに、クラブで女性と楽しそうに喋ってる。不審だと。あとなんかなんかこう、衣類がさ、発見された衣類をさ、こう、警察から見せられてさ、立花正吾、これは息子さんのですかって言われて、いや、ちょっとわからないみたいな。息子のことに関心がないからかなみたいな考察もできますよね。立花正吾が葵とライオンを虐待してたと考えるのが自然ですからね。ということでね、まだまだ分からないことだらけなんですけど、なんか謎に引き込まれていくっていうか、ね、ライオンの隠れが。ただの、なんかこの子供を預かるヒューマンドラマかと思ってたら、そうじゃなかったですね。なんか考察要素のある、なんかね、サスペンスみたいな要素もあるドラマですよね、このドラマね。非常に面白いドラマだと思いますね。ということでね、ライオンの隠れ家の感想考察レビュー終わります。何かご意見とか考察がありましたら、コメント欄で教えてください。コメントお待ちしています。最後までご視聴ありがとうございました。